小林の兄貴が EL 戦争参加確定？本日の動画にて瓜生が小林と会おうとしていることがわかりました。今回は、小林の兄貴が EL 戦争に参加するのかを考察していきます。私は小林は EL 戦争に参加すると思います。理由は天王寺の戦力が減ってきているからです。先日木戸がやられと仮歯だけになりました。なので小林の兄貴が EL 戦争に参加することが可能だと思います。ただ小林の兄貴は前のピンクの時のように迎撃だけだと思います。理由はヒューマンバグ大学のツイッターでの発言です。狙われるなら迎撃は必要かもと発言してるからです。ですがもし粛清対象なら結託するかもだそうです。まとめると、小林の兄貴迎撃で EL 戦争に参加する可能性が高い。だが粛清対象なら結託する可能性がある。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。